ピックアップの構造図シングルコイルはエレクトリックギターに使用されるピックアップの一種であり磁石の周りに巻き付けられた単一のコイルからできているタイプのことを言うハムバッキングが考案されたことによるレトロニムである電流発生のアニメーションシングルコイルは最も単純な構造のピックアップであるポールピースは一本の弦に対して一つであるフェンダー社のストラトキャスターには 多くの場合、伝統的な設計のシングルコイルピックアップが搭載されている。ストラトキャスター以外でも、同社製ギターには、主としてシングルコイルが採用されているため、一般的にシングルコイルといえば、フェンダー車が連想される。これは、ハムバッカーといえば、ギブソン車が連想されるのと同様である。最新のストラトキャスターの一部モデルでは、 ノイズレスを歌うピックアップが搭載されている。これはノイズキャンセル効果を狙い巻き方向を逆にした二段積みのコイル構造を持っている。すなわちハムバッカーを縦積みにした構造となっている。こうしたピックアップは厳密にはシングルコイルとは言い難い。事実、英語ではスタックドハムバッカーと表記されることもある。 しかし、コイルの巻き数やマグネットの構造の工夫により、従来のシングルコイルに近い音色を保つよう、工夫されている。形状も従来のシングルコイルと互換性を持たせてある、ため、総称的にシングルコイルと呼ばれる場合が多い。こうした構造のピックアップは、フェンダー以前にも、リマジオ製品に見られた。ギブソン社でも、フェンダー社ほど種類は多くないが、 シングルコイルもいくつか存在しており、その中でも P-90 ピックアップは初期のレスポールに使用されたことからよく知られている。エレクトリックギターのピックアップの拡大写真。左端がハムバッカー、中央と右側がシングルコイルである。典型的なシングルコイルの音質は、歯切れよく、明るく、透明感のある点が特徴であり、音が太く。 温かいサウンドを持つハムバッカーとは対照的である。このようなシングルコイルの音色はスメルズ・ライク・ティンスピリットやブラウン・シュガー、天国への階段のソロ部分で聞くことができる。またフェンダージャズ・マスターに採用されているシングルコイルはコイルを薄く平たく巻いているため音質がまろやかでフラットな独特の音質を持つ。本来マーケット目標とした ジャズギタリストには支持されなかったが、サーフミュージックや、あとのグランジロック等のギタリストには特に支持を受けた。ハムバッカーと比べ、シングルコイルは、フィードバックやノイズが発生しやすいが、アルペジオやカッティングを多用するギタリストには、好まれている。またこのシングルコイルの特徴は、ジミヘンドリックスをはじめとするギタリストによって、数々の素晴らしい効果を得るために利用された。 ありがとうございます。